カリン・ソフィー・アドレルス・パンレは、スウェーデンの19世紀の女性の権利運動の先駆者の一人。旧姓はレイヨン・フーブッド。スカンジナビアでの最初の女性誌である、家庭向け雑誌の創刊者、編集者、手芸の友の共同創始者、フレデリカ・ブレーメル協会の創始者であり、1885年にスウェーデンで公立委員会の委員になった最初の女性二人のうちの一人。 ペンネームのエセルデでも知られている。エリック・ガブリエル・クヌットソン・レイヨン・フーブット・中佐と、ソフィ・ー・エメレンティア・ホッペンシュテットの間に生まれた。家庭内で教育を受けた後、ストックホルムのフィニッシングスクール、ジュルストラムスカ・パンホーネ年で2年を過ごした。1869年に、貴族で海軍中佐のアレックス・アドレルス・パッテと結婚。彼の5人の子供の義母となった。アレックスは、 ソフィエの社会変革活動に協力的だった。フェミニストで作家のフレデリカ・ブレーメルの崇拝者であり、米国での数年間の滞在で女性の権利に興味を持ち1857年にスウェーデンに帰国したロザリー・ロースとの交流を通じてフェミニスト活動に従事するようになった。この頃、フレデリカ・ブレーメルの1856年の小説、ルタに喚起され、スウェーデンで 公の場で女性の権利の議論があった。この議論の結果、未婚の女性の後見人制度の廃止と女性への青年の付与が行われ、1861年に最初の女性向け公立学校である王立女子師範学校が設立された。サロンを主催するフレドリカ・リムネルの経済的支援を受け、1859年にスカンジナビアでの最初の女性誌である。 家庭向け雑誌をロザリー・ロースと共に創刊した。女性の権利、性意役割、フェミニズムについて論じるスウェーデンで最初の定期観光物であり、すぐに成功を収めた。アドレルス・パッテとロースは1868年まで共同編集長の役割を担い、ロースが引退した後は、アドレルス・パッテが一人で編集長を務めた。ジャーナリストとしては、 ペンネームのエセルデで知られるようになった。1886年に家庭向け雑誌は廃刊となり、新しい女性誌、ダグニに引き継がれた。アドレルスパでは1886年から1888年までダグニの編集長、その後1894年まで同志の取締役を務めた。スウェーデンでは1862年に女性に、 地方参政権が付与されていたが、アドレルスパテは女性参政権には焦点を当てなかった。アドレルスパレと彼女の雑誌の社会運動の焦点は女性の経済的な自立につながる教育と職業へのアクセスであった。女性には仕事が必要であり、仕事には女性が必要であると主張した。1862年に女性の職業教育のための野学を創設した。 1863年には秘書業務部門を設立、人材紹介として成果を上げた。1864年に、後に義理の姉妹となるソフィア・アドレルスパッテに触発され、女性がスウェーデン王立美術院で男性と同じ条件で学べるようスウェーデン議会に請願した。その当時、女性がスウェーデン王立美術院で学ぶには特別な調整が必要で、 ソフィア・アドレル・スパッテは成功した芸術家であったがそこで学ぶことはできなかった。ソフィア・アドレル・スパッテの生願は議会で審議され1864年の改正で女性が男性と同じ条件で学ぶことが許可された。1866年に女性の教育、職業へのアクセスを増やす活動をする女性のための無料図書館。 ストックホルム読書室の共同創設者となった。女性のための無料図書館を作る目的について、継続的な自己学習と人生におけるより大きく、広い展望のためと述べた。女性の教育に対する関心は、女性が仕事においてだけでなく、公的な社会の中で活躍してほしいという彼女の願いが原動力だった。彼女の言葉によれば、女性が 社会変革に参画することへの願いや期待が大きくなるほど、それに対して十分な準備をすることがより重要になる。多くの女性の教育改革はこの時期に導入された。1866年女子学校委員会の改革以降、女性の大学教育へのアクセスと女子中等教育学校への公的補助が与えられた。 1885年から1887年の間、アドレルスパッテは女性の教育システム改革の調査と提案を目的として政府に任命された1885年女子学校委員会の委員だった。これは女性の委員が参加したスウェーデンで最初の公立の委員会で2人の女性委員がソフィーアドレルスパッテとヒルダ・カゼッリだった。 1864年から1865年の間、スウェーデン赤十字の創立に参画した。1874年に手芸の友をハンナ・ウィンゲと共同で創設し、1887年まで議長を務めた。組織の目的は、手芸の品質を高めることで、その当時、女性の自立のために非常に重要な収入源だった、手芸の仕事の地位を高めることだった。 アドレルスパッテは、スウェーデン文学にも関与した。ビクトリア・ベネリクトソンの崇拝者であり、セルマラ・ゲルレーブの作家活動を経済的に支援した。晩年、フレデリカ・ブレーメルの伝記の執筆に取り組んだが、完成することはできなかった。1884年創立のスウェーデンで、最初の女性の権利組織であり、フェミニスト作家、フレデリカ・ブレーメルから名付けられたフレデリカ・ブレーメル。 教会の創立者としてて最もよく知られているだろうアドレルスパッテは組織の長が男性である方がより真剣に捉えられると考え、女性の権利の支援者であるハンスヒルデブランドがフレデリカ・ブレーメル教会の公式の議長を務めた。しかし、1895年に亡くなるまでアドレルスパッテが事実上の議長を務め、アグダ・モンテリウスが後を引き継いだ。アドレルスパッテは 男性が同権の活動の一翼を担うことが非常に重要と考え、エレンはアンカールスワード、エレン・フリース、ガートルード・アデルボルム、フレドリカ・リムネルのような女性に加え、ハンス・ヒルデブランド、グスタフ・シェーベルグのような男性の参加も歓迎した。組織の目的は道徳的、知的のみでなく、社会的。 経済的な女性の地位向上に向けた健全かつ穏やかな進歩のために活動すること。フレデリカ・ブレーメル協会の役割の一つは、奨学金を提供することであり、マチルダ・シローがその基金集めに尽力した。スウェーデン社会への貢献を評価され、1895年に働きがそれに値するモノメダルを受賞した。ありがとうございます。